いやもうね、さすがに今のは一番びっくりした、稲妻イレブンの中で。なんで今のがファールで、今までやってきた人とはファールじゃないん。しかもこのジャッジスルーとか、これこそレッドカードやろ。ふざけんな。レッドカードが見えないのか。うるさいよーだ。おい審判、お前今のは訴えていいぞ。いやまあさすがに俺がやられたら拳で終わらせるからな。おい、歩き逃げろ。すいません、消防車100台。マイ。はい、皆さんどうも、こんにちは、ジェームズ J です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。今日はね、いつもお世話になってる稲妻イレブンさんに、まあ、2018年になったら稲妻イレブンがこうなんかいろいろ発表するらしいので、まあ今日はもう何も、もうこれ捨て物も何もなしです。でもいつもお世話になってるんで、逆に僕がこう宣伝させていただこうと思います。稲妻イレブンの天なんちゃらかんちゃらを2018年に夏発売決定価格は見てるらしいんですけど、稲妻イレブンの多分新しいゲームが発売されるらしいんで、皆さんはね、チェックしてみてくださいって感じですね。多分僕の動画見てる子すんごい若い子たくさんいると思うから、みんなね、チェックしてみて、あと、稲妻イレブンの大復活祭があるらしいんですよ。2018年のね、1月21日の東京ビッグサイトであるらしいんで、皆様そちらもチェックしてみてください。まあ僕はね、いつもお世話になってるんで、これも見に行こうと思います。はい。ということで今日も見てください。ありがとうございます。まあ、存分に突っ込みます。バイバイ。